フリントシャアは影の競争場である。主な勝ち倉は2013年パリ大賞展、2014年香港、バーズ、2015年ソードダンサーステークス、2016年マンハッタンハンデキャップ、ソードダンサーステークスである。2013年にシャンティ競馬場の未勝利戦でデビューし、勝利した。自走の条件戦は2着に敗れるも、続く、立勝賞で重賞発制覇。 パリ大賞転員で G1 競争初制覇となった。5戦目はニエル賞であったが、一番人気ながら4着に敗れ、続く外戦門賞も8着に敗れた。4最初戦はコロネーションカップであったが、シリスデゼグルの2着に敗れた。続くサンクルー大賞で4着、フォア賞で2着に敗れると外戦門賞に出走。人気薄ながらも直線では勝ち馬。 トレブに2馬審査まで迫り、2着で、ゴールとなった。外線門章後は、ブリーダーズカップターフに出走し、メインシークエンスに半場審査及ばず2着に敗れたが、続く香港バーズでは、直線外から追い込んで勝利した。5歳になった、フリントシャーは、オールウェザーのダルシャーン賞を叩き台に、ドバイシーマクラシックに出走したが、前走のカちウマドルニアに2馬審1、 4差をつけられて2着に敗れた。ヨーロッパに戻った後、コロネーションカップに出走したが、3着に敗れた。その後、これまで騎乗していたマキシムギウイオン機種から、バンサンシュミノー機種に乗り換わり、サンクルー大将とソードダンサーステークスに出走。サンクルー大将は、トレブから一馬身1、4差の2着となったが、ソードダンサーステークスでは直線に入る前に先頭に立ち、 そのまま突き放して勝利した。レース後、ジュドモントファームのレーシングマネージャーは、フリントシャーが国外遠征を繰り返しながらも勝利してきたことを受けて、彼は驚くべき馬だと述べた。自走は3年連続出走となる外線門賞であった。M ギュイオン機種が騎乗し、前年の勝チウトレブには先着するも、勝チウゴールデンホーニーには審査届かず2着に敗れた。 続く香港バーズは、再び V 趣味の機種に乗り換わるも、ハイランドリールの2着に敗れた。2016年になると、アメリカの芝構成の適性の高さや、オーナーであるハーリードビン・アブドゥッター王子が、アメリカでの所有場のラインナップの強化を望んでいることを受けて、フリントシャーは、フランスのアンドレファーブル旧舎からアメリカ合衆国のチャド・ブラウン旧舎に移籍となった。 一席初戦は、ハビエル・カステラアの機種が騎乗して、マンハッタンハンデキャップを勝利した。続く、ボーリング・グリーンハンデキャップも勝利すると、連覇を狙って、ソードダンサーステークスに出走。道中は、最後方を追走。バグンが固まったところで徐々に、内側からポジションを上げて、直線で先頭に立つと、そのまま一着でゴールして、連覇達成となった。騎乗した。 ジェイカステレアの騎手は彼は驚異的な馬だ。芝であのようなすごい加速をする馬は見たことがないと述べた。自走は上半スターフクラシックステークスに出走するも逃げたエクトをかわせず5馬身差の2着に敗れた。さらにラストランとなったブリーダーズカップターフも逃げたハイランドリールをかわせず1馬身3、4差2着に敗れた。この年の活躍を受けて エクリプス賞最優秀シュバボバに選出されている。フリントシャーは引退後、ヒルンデール牧場で種ボバ入りした。また、シュボバ入りに際して、ヒルンデール牧場、エスカイ、ブラッドストック、チャイナホースクラブ、ジュドモントファームによる共同所有が決まっている。2017年の種付け料は2万ドル。ありがとうございます。